日本の農業百科事典のイラストジュズ玉は、水辺に生育する大型の稲科植物の一種である。東南アジア原産。郊外の水辺などに生える野草で、草丈1から2メートルほどになる。実は硬くて光沢があり、昔は繋いでジュズの玉にした。食用品種をハとムと呼ぶ。和名のジュズ玉は、かつて休憩場の実を繋いでジュズの玉にしたことに、由来する。 別名で、ズズ、ズズ語、ツシ玉、トウムギ、地方によっては、ズズク、スズ、ボダイズの方言名でも呼ばれる。三種の季語にもなっている。花言葉は、祈りである。川国とも称するが、これは、食用種の別名とする資料や、漢方薬、小薬名と解説する文献も見られる。種商名及び英語名の、ジョブ、エスティアーは、 ヨブの涙を意味し、旧約聖書の登場人物よぶにちなんでいる。食用品種のハトムギは、ジュ玉を改良した栽培種である。全体がやや大柄であること、果樹や果実が垂れ下がること、身が薄くそれほど硬くならないことが、原種ジュ玉との相違点である。ハトムギの実は、卵形で光沢がなく、硬くなって、指で潰れる。また薬効も異なる。江戸時代。 小野蘭さんは、本草項目啓蒙で、よく意について、食用二種、食用とせぬもの二種としており、食用種は四国麦と朝鮮麦としている。この二つは、文献上では異なる変種であるが、極めて近似種であり、鳩麦は、これら食用種二種を総括した名称であることは、明治十年代の文献によって明らかであると、述べられている。朝鮮麦は、 学名シーラックラマ、ジョビ・バリエーション、コレアナが当てられているが、この編集名は、世界の植物分類学では流通性が乏しく、後日の WCSPF チェックリストでは、未登録名である。また、C ・アグレスタスという別種として、松村つとむさんが記載しているが、現在ではこれは別種でなく、コックス・ラックラマ、ジョビ・バリエーション、ラックラマ・ジョビの異名とされている。 乱山によれば、真のくいである。四国麦は、皮は、指でつまんで、軽く押せば割れるほどやらかいが、日本に到来したのは、強法年間である。これを事実とするならば、強法以前の文献において、日本での、くいの消費に関わる記述は、皮は硬くて打たねば割れない、朝鮮麦の方と解釈できる。日本古来の文献における、 非食用の2種は、ジュズ玉とオニジュズ玉で、後者は、シーラックラマ、ジョビバリエーション、マキシマ・マキノという編集として、マキノ・トミタロウが発表し、WCSPF チェックリストの登録名である。ワールドチェックリスト・オブ・セレクテッド・プラント・ファミリーズには、以下の4編集がマサナとして登録されている、インドシナ・インドネシアなどの東南アジア、インドなどの熱帯アジア原産。日本では、 本州から沖縄までの範囲に分布する。主に水辺に生え、野原や空き地、湿地などに自生する。日本には古くから食用にする有用植物として、トライしたものが気化したと考えられていて、団地の小川の縁などに野生化している。大行の多年層であるが、日本の関東地方では、陶器に枯れて一年層となる。草丈は1から2メートルほどになる。茎は生して、 大株となり、根元で枝分かれした、多数の茎が束になって直立して、茎の先の型まで葉をつける。葉は互生し、線形で幅広い葉を伸ばし、幅1から4センチメートル長さ20から50センチメートルくらい、葉縁はザラつき、下の方は鞘になって茎を抱く。花は夏から秋にかけて。花は上部の溶液から長短不揃いの柄を持った水上過剰を出す。 家系の先端には、雌花が入った、長さ1センチメートルの丸いつぼみ型の筒をつけ、その先から、雄花のコボが伸びる。雌花のコボは硬い筒に包まれた香水で、中頭だけを外に出し、雄花のコボは筒を貫いて伸びて、おしべを垂らす。花の色は、白っぽい。秋に果実が熟すると、果実を包む、包容症は、開白色、茶菓色、セピア色。 黒か四色など一粒ずつ、微妙に色は異なり、光沢がある放浪室になって表面が非常に硬くなり、長さ1 0ト、mm、ル直径7ト、mm、ル乱状球形の数種玉状になる。熟した実は根元から外れてそのまま落ちる。実は内部に空気を含む隙間があって、水に浮き、流れに乗って散布される。カジョイネ猫植物の花は、 花女が短縮して重なり合った輪辺の間に花が収まるコボという形になる。その構造は稲科に含まれる属によって様々であり、同じような輪辺の列に同型の花が入るような単純なものから、花数が減少したり、花が退化して輪辺だけが残ったり、稀に尾花と雌花が分化したりと多様であるが、樹頭玉の花女は中でも特に変わったものの一つである。まず、 本の先端に、大花、木部に、芽花があるが、このように大花と雌花に分化するのは、稲科では、例が少ない。細かいところを見ると、さらに興味深い特徴がある。実のように見えるものは、正しくは、果実ではなく、雌花を包んでいる鞘状の葉が分厚く硬く変形した、器官で、植物学的には、宝生、または、宝葉生という。この宝葉生の先端には、 穴が開いており、若い包容省の先端から伸び出ている、稲穂のようなお花の集まりを、オスス水と呼んでいる。有花水からは、黄色い薬が垂れて、先端が開いて、風で花粉が飛ばされる。雌花は、包容省の中に隠れていて、雌しべの先が2本に分かれて、白い紐状に伸びた中等だけを、包容省の先端から外に出して、風で運ばれてきた花粉を受粉する。 一つの包容症の大花と、雌花は同時に咲くことはなく、必ず雌花が芽しべを出して、先に咲いて枯れてから、大花が薬を出すようになっていて、自身の花の花粉で受精しないように回避している。雌花は受粉して果実になると、包容症のうちで成熟し、包容症ごと脱落する。一般に、稲科の果実は臨片に包まれて脱落するが、樹頭玉の場合、 林辺に包まれた果実が、さらに包容章に包まれて脱落するわけである。実際には、若い包容章の中には、目花のつぼみが3つ入っていて、このうち一つだけが実を結び、残り2つは実を結ぶ、性能力がなくなって退化し、枯れてしまう、不燃目花になる。この不燃目花が枯れた後が、ネックレスなどを作る際に不要になる2本の棒状の芯であり、 数種曲のビーズ穴の元となるものである。有化水は花粉を出すと枯れ落ちるが、雌花一個は受精すると、包容症に守られて、中で種子に育つ。中の種子の排入部分にデンプンが蓄えられて熟す。頃には、包容症は、固くツルツルになり、ネズミなどの動物に食べられるのを防いでいる。脱落した実は、 乾燥させれば長くその色と形を保つので、樹図を作るのに使われたことがある。硬く光る天然のビーズ玉となり、何の細工もしなくても、自然に穴が通っているため、針で糸を通して、ネックレスが作られる。実の穴に詰まっている芯を突き出して針を通し、糸を通すのも、容易にできる。中国先生小米家が煙に位置する、新石器時代の遺跡からは、樹図玉を、 原料の一つとした五千年前のビール醸造の痕跡が発見されている。他の原料は外来種のオムギやキビなど穀類及び海景類だった。また、インドの北東部の前千年頃の遺跡からもジュズ玉は発掘されており、インドでの栽培は前千年二千年頃と論じられている。本邦でも西日本では縄文時代早期より情くのみならずジュズ玉族の 幸いが行われていたことが、例えば、岡山県の朝根、美海塚の計算体分析から判明している。弥生時代のトロ遺跡から、樹珠玉が出土することはすでに知られていた。野生種もハト麦同様に、硬い実の殻を割って、中の黒粒を取り出して、雑穀として食べることができる。食味は、豆の味に似て、もちもち感があり、米飯と一緒に混ぜて炊飯されたりされる。 野生種は、秋に成熟した実を採取し、皮付きのまま砕いて固い種皮を除いたものは、生薬となり、皮穀や玉という名でも流通させて、よく生きし特別するが、品質は劣れど、代用化のおとえど時代の医学書、ようやく、スッチに記される。民間では、リウマチ、神経痛、肩こりに1回量グラムの皮穀を、水五百 c c で半量になるまでとろびで煎じ、 三回に分けて分布する用法が知られている。数なぎにして、ネックレスにしたり、衣服や帽子、バッグなどに縫い込むなどして、各地の民族衣装に使われる。日本では今やほとんど年中の材料にされないようであるが、インド、ミャンマー、ラオス、台湾、韓国の一部では、仏教徒が用いるための数製の数が未だ作成されている。また、 キリスト教のロザリオとしても、フィリッピンやボリビアなどの国で使われてきた。日本日本に伝来した時期は詳しく判明していないが、柳田国夫は、その会場の道論において、仏教を伝来以前に、日本に土着した文化のものと推論するが、落合氏は、仏教伝来と、同時代の6世紀前半で、黒いポー遺跡の発掘されたと挙げているが、日本への伝来は常実したように、 縄文時代に遡る。また、平安時代の一石でも出土しており、それに関して、植物学者の小清水卓司は、珠玉は年中にも使われたと述べている。しかし、少なくとも、近代では、実際に仏事に用いる珠として使われることは、まずなく、子供らがつなぎにして、首飾りとして遊ぶに過ぎないとされる。花は同様にネックレスや腕輪など、 簡易の装飾品として、特に庶民の女の子の遊びの一環で作られてきた。ただし例外として、山伏が用いるイラタカの珠というものがあり、これは特に鬼珠玉という編集が使われる柳田国男の会場の道説では、珠玉と宝貝の関連を試みており、同じ文化として日本に渡来したか、同じ文化の民族移動があったと見ている。 呪珠玉の異名にズズ玉、土玉があるが、土屋という古語が、宝売の意ではないかという仮説を立て、呪珠玉とは本来、宝貝の玉というような大意の名称ではないかとする趣旨である。しかしこの古語の正確な意味は不詳であり、柳田は自分の想像は、誠に言うな暗示の上に築かれていると認めている。日本では他の学者もこの論説の検証を試みている。 柳田はその著書で、ジャクソンが作図した宝貝利用の分布地図を掲載するが、例えば人類学者の岩田刑事も、宝貝の利用分布と、数玉の利用分布の称号を意図したが、本格的な成果には至っていない。東南アジア大陸部隊、ミャンマー、中国にまたがる周辺の山岳地帯に住む赤族やカレン族はいくつかの編集を栽培しており、ビーズとして衣服、 装飾品などに利用している。赤族では女性の衣服のみに使われるとされており、帽子、上着、バッグ等に種を縫い留める。また、様々な形状のビーズを組み合わせて使用する。カレン族の間では、既婚の女性の上着にしか使用されず、もっぱら細長い種にこだわって使用する。例えばタイのジェンラーイケンのカレン族から民芸品が採集されている。 東南アジア島諸部北ボルネオでは、マレー系のケラビット族、ドゥスン族やムルット族はいずれも装飾品にジュズ玉を利用している。ボルネオのカヤンダヤク族の間でも、普段着や戦闘服の装飾に使われてきた。フィリッピンでは、ジュズ玉は様々な現地名で呼ばれており、英語圏でもアドレーの名で流通することがある。ジュズつなぎにしたビーズは、 キリスト教徒のロザリオとしても使われ、ビーズカーテンに加工されたり、バスケットやトレーなどの容器に使用される。ありがとうございます。